仙台ホーラス、仙台ホーラス、仙台ホーラス、仙台ホォレスは、宮城県仙台市青葉区一番町にある、ショッピングセンターである。イオングループのファッションビル、ホーラスの第一号店として984年、昭和59年に開業した。地下3階、地上8階のビル全体を指して一般に、仙台ホーラスと呼ばれているが、このビルの地下1階から地上8階を、 区分所有して、イオンリテール株式会社が開発し、株式会社オーパが運営を行っているのが、仙台フォーラスであり、残りの部分は、仙台観光が区分所有する一番町戦艦プラザとなっている。一つのビル内にあっても、営業時間の違いなどから、仙台フォーラス部分とそれ以外の部分の動線は、分離されている。以下、ビル全体を指す場合は、ッコ付きの、 仙台フォーラス、大パブに限る場合は、ッコなしとする。仙台フォーラスは、仙台市都心部の中心商店街、一番町、歩行者専用道路のアーケード街に位置するファッションビルである。ビルの一番町側入り口付近は待ち合わせ場所としても、著名であり、フォーラス前、または略して、ラス前と呼ばれる。また、ビルのブランド番町側は、近年ブランド街として、 変化を遂げ、藤崎までの間に数々の有名ブランド店が並ぶほか、土日の歩行者の数は5万人、日以上で、市内では最も歩行者数が多い。仙台フォーラスから直近の仙台西道路に近い、広瀬通一番町バス停には多くの高速バスが発着するため、山形市や福島市といった南東北はもとより、東北地方各地からの仙台フォーラスの 交通アクセスは飛躍的に向上した。このため、仙台ホーラスにおける来訪者の県外閣比率は、平日17%、土日30%を占めるに至っている。150の専門店のうち、半数以上がホーラスによって運営されているが、ホーラス以外の事業者による専門店も出店している。以下、主なテナントを列挙する。昭和40年代における、 仙台市都心部の総合スーパー GMS には仙台駅西口の沿道チェーン仙台駅前店、現、イビーンズや一番町四丁目商店街の長崎屋があった。このほか、当時都心部に店舗を構えていた百貨店には仙台三越、藤崎、丸光、桜屋百貨店仙台店を経て経営破綻、十字屋、現、ラビー仙台、緑屋、 現在は2カ所とも閉店があり、1972年、昭和47年には丸つが増床していた。1975年、昭和50年、ジャスコと大映画、相次いで都心部に開店し、GMS 間の顧客争奪戦が始まった。ジャスコ仙台店は、一番町一番街商店街、現在のブランドーム一番町沿いの仙台日活劇場、映画館や、 花屋などがあった区画を再開発して建設された地下3階、地上8階のビルに出展した。他方大英仙台店、現、イオン仙台店は、中央2丁目の中央通り、東2番町、青葉2、東3番町に囲まれたブロックにある、読売仙台ビル新店町中央通りビルに出展した。1977年、昭和52年に、 仙台駅の新駅舎が完成すると、翌年には、隣接地にファッションビルのエスパル、仙台店が開業した。加えて、1983年、昭和58年には、緑屋閉店と交換条件にファッションビルのアムズ、西部、現、仙台ロフトがエスパルのハス向かいに開店した。この時分には、若者の間で、DC ブランドブームが広がり、また時は、も、 西部流通グループのパルコに代表されるファッションビルが前世の時代に入っていた。こうした家中にあってジャスコ仙台店は数字にわたる改装を行ったものの業績が向上しなかった。ジャスコは当時繁華街に立地し十分な駐車場を確保できない多層街の GMS については業態転換も選択肢の一つとして検討に入っていた。そこでジャスコは 仙台店を1984年、昭和59年に若者を顧客ターゲットにしたファッションビル、フォーラスに業態転換した。フォーラスはジャスコ時代から流行を先取りしたテナントの入れ替えやフロア構成を行ってきた。サタデーナイトフィーバー、1977年の大ヒット以降のディスコブームの時期にディスコが入り、1982年、 昭和57年には、アミューズ、芸能事務所がライブハウス、モーニングムーンを設置し、ホーラスカ後も1980年代半ばからのカラオケブームの際にはカラオボックスが入り、映画、ハスラーに、1986年以降のビリヤードブーム時代には、プールバーのロサンゼルスクラブが広い面積を占め、1990年代には、スタジオ、モーニングムーンから、線放送、 夕焼け TV 編集局が生放送されて、仙台のお笑いのメッカとなった。2000年代に入り、仙台福島線を端緒として、仙台発着の高速バスが東北地方に張り巡らされると、高速バスの停留所、広瀬通一番町に隣接するフォーラスは、仙台経済圏各地から集まる若者取り込むようになり、県外閣は平日17%。 土日30%、仙台市以外の宮城県内客は、平日19%、土日22%と、週末は過半数が、仙台市外からの来客で占められるようになった。仙台、宮城デスティネーションキャンペーン、2008年10月1日から12月31日に向けて、仙台駅前に、エスパルイート仙台パルコ、郊外に三井アウトレットパーク仙台港、 仙台泉プレミアムアウトレット及び泉パークタウンタピオと立て続けに大型店が開店すると大幅な棚子の入れ替えと店内改装に加えフォーラスに業態転換してから初めてとなるロゴマーの変更と外観の改装もいった。棚子の入れ替えでは従来イビーンズが得意としてきたギャル系などの拡充を行いまた2008年平成20年2月29日をもって 丸い氷山店を占め、東北地方から店舗を引き上げていた丸井が5つの自社プロデュースブランドをフォーラスに出店させた。一方で、ラス前のブランドを無一番長にてリアルクローズを対象とするファッション用仙台コレクションを開催し、人気ファッションモデルのイベントも店内で同時に開催した。加えて仙台パルコに引き抜かれたターレコード跡には、 仙台放送が新業態での出展するなど、競争相手が増える中で様々な仕掛けを行っている。仙台放らス以外の動きはできさ仙台放らスがある場所、1970年の住居表示施行前の住所は、仙台市東一番町28には、明治時代から集客施設が存在し続けており、ジャスコ仙台店も仙台放らスもその流れを継いでいる。 地上外地か一回地か二回地か三回。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。